東京オリンピックの競技会場での酒の販売について組織委員会の橋本会長は正式に取りやめることを明らかにしました。アルコール類をの販売をやめるということにあたりましては、アサヒビールさんも同じように大変なご心配をいただいておりました。この私どもの判断については同意をいただいておりまして、組織委員会が発表した飲酒などを含めた観客のガイドラインには、競技会場で酒の販売はしないことや持ち込みを禁止することが盛り込まれました。今朝、政府と組織委員会、各競技会場がある自治体の会議が行われ、神奈川県の黒岩知事はオリンピックだけが特別扱いなのは納得が得られない、適切な判断だと思うと話しました。また組織委員会は夜間の競技に観客を入れるかどうかは来月11日までに感染状況を踏まえて判断するとしています。